さあ今日はおはっさで第1期を放送していたアニメサイキックソロ災難第2期のエンディングテーマ再発見伝を大人気アイドルグループ電波組の生ライブでお届けっせー。オフオフ曲なんですか。そうですね、やっぱりそのサイキックスオーの世界観みたいなものを表現してて、そう超能力だったり才能値がたくさん入ってたりします。なるほどね。ちなみに相澤さんは初回のゲスト出演してるんですよね、アニメにね。そうなんです、第1話で愛子ちゃんとしてお邪魔しました。めっちゃ可愛かった。そんなアニメサイキックさあそんなアニメサイキックスオーの際のエンディングテーマ、はい、再発見伝は配信限定で登場中なんですよね。はい、そうなんです。しかもですね、CD は4月の4日に発売します。なんと原作の麻生先生の書き下ろし、私たち電波組のメンバーのイラストがジャケットになっちゃいました。皆さんチェックしてね。さあそれじゃあ、今日はそんな電波組のみんなとゲームで遊んじゃおう。そうよ。みんなで遊ぶならこれがぴったり。PS4 用ソフト、ニューミナノゴー。イエーイ。誰でも簡単に爽快なショットでゴルフが楽しめちゃうみんなのゴルフと昨年生誕30周年を迎えたファイナルファンタジーシリーズがコラボレーション。シリーズおなじみの人気キャラのチョコボがカートとなって登場だ。コース内を素早く移動できるのはもちろん、ジャンプや高い位置から滑空したり泳いだりできちゃうんだって。チョコボをパートナーにしてラウンドを楽しもう。じゃあ早速おはっさチームと電波組チームで対決しちゃうよ。よっしゃ、負けないよ。さあちなみにですね、オンラインにつなぐとコースでもチョコボカートに乗れるみたいですよ。めっちゃかわいい。はい、はい、それじゃあ先行はおはっさチームからかな。おはっさチームからやってみよう、はい、じゃあヌアラやろう。ヌアラはね、ずっとミンゴルね、おはっさでやってたから、うん、そうですよね、うまいんだよ。もうミンゴルしかやれへん。やっちゃってよ、ミンゴルしかやれない。じゃあここまで行こうかな。風を読んでね。そう、風はまあ今日は 3.5 メートルですね。あ、詳しい。右手前に吹いてるね。おっ、まあ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 、いいショット。
さあ、OK。いきますよ。そう、ちょっと風も意識しないといけないですよ。あ、いいよ。あ、でもいいよ。ちょっと遅かった。ポチポチ。ポチポチ。ちょっと遅かった。いっぱい叩いて。いい。いい。素晴らしいですね、朝から。はい、じゃあ、ちょっと。そういえばね、私お菓子持ってきたんです。ちょっと取ってきます。お菓子、お菓子。え、現中に？ごめんごめん、お待たせ。今日はホワイトデー。ホワイトデーだ。みんな忘れてると思ってね、色作お菓子持ってきました。めっちゃ美味しいんで。やった。騙されたと思って食べてください。騙されたの？そうそうそう。お菓子。え、私たちもいいんですか？ぜひぜひぜひどうぞどうぞ。なんかお菓子もらったよ。うわ。あの美味しそう。これ。これ。ちょっと泣いちゃう。どう？これこれ。どう食べて食べて。これ伊野さんこれダメだって。これもう完全に無視やんけ。これダメだよこれ。食べたみんな。ダメだって。無視じゃねえかよ。無視じゃ。完全に無視だ。みんな食べて食べて。美味しいから。無視。これ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 。食べて食べて食べて。え？俺も食べる。美味しいから美味しいから。これサクサクしてる。そう。美味しい。うん。どう？みんな食べましたか？食べた。実はね、このクッキー、人類を食糧難から救う素晴らしいクッキーなの。これを見てください。どういうことですか？何？何？昆虫食。つまり虫を食べることが今注目されてるんです。昆虫はね、世界に豊富に存在し、実は貴重なタンパク源であり。ミネラル源なんですよ。そしてすでに世界人口の3分の1程度の人が虫を食べてるんです。先生がということで、このクッキーにはパリパリパリしてる虫が入ってます。虫が入ってます。クッキーにも入ってるんだ。そう、こっちはね、緑虫。緑虫入ってる。これはこれは幼虫が。よー、オーマイガー、オーマイガー。え、でもさ、全然わかんなかったでしょ。なんかね、でもね、美味しいです。ちょっとチョコの方がね、アイス的にはでしょ。まあとにかくちょっと時間がないので、今日はここまで。また次回やりましょうよ。次回昆虫食ね。ミンゴルはまだやってていいの？ミンゴルももうやめんの？何だよこれ。もう次回行きたかったよ。この後はお羽もだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。めちゃくちゃ練習したのに。シリーズ2018、今回は東京都小平市の鈴木小学校のみんながありがとうの気持ちを伝えます。それではご覧ください。いやー、素敵な VTR でした。いや、本当に先生に対する気持ちっていうね、2年間お世話になったっていうの、本当いろんなことを教わっててね、もう本当にみんな涙で溢れてて、思いが本当に伝わってきました。どうでしたか、電波組の皆さん。早朝から泣くとは思わなくて、すごい素敵なビデオで、ね、今日のすごいなんか響きましたよね。どうですか、先生も絶対に一生忘れられないな、いい思い出になったんじゃないかなって。そうね、これからも先生とも仲良くね、いつまでもありがとうの気持ち忘れずに過ごしてください。さすが原先生にしっかりありがとうの気持ち伝わったと思います。以上、おはメモリーズでした。さあ、この後もまたまだまだ続きますよ。時刻は7時22分です。早起き偉いね。続いて今日の天気と花粉ガイド。さあ、今日のお天気です。頼む。福岡から東京はすっきりとした青空が広がって、気温がぐんぐん上がりそう。やったぜ。昼間は半袖でも過ごせるかも。あ、いいね。札幌もお日様が顔を出しそうだよ。続いて今日の花粉ガイド。気になる。岡山から東京は今日もとても大いになっています。気をつけましょう。外で遊んだ後は顔を洗ったりおはうがいをしてね。はい、以上お天気でした。ありがとうな。そして明日のスナックワールドは、何？スカードンの倒し方を知っている伝説の勇者がいるらしい。その男はなんとパンパン師匠のライバルだった。次回スナックワールド、頑張れ勇者ロビンフッドは明日夜7時25分から。さあ、そして本日3月14日に生まれたおはともお祝いしちゃうよ。バースデーバースカモン。さあ、
今日はみおちゃん7歳、たけるくん8歳、しおんくん9歳、しんくん9歳、よしおくん9歳、ちいちゃん9歳、かりんちゃん10歳、しんのすけくん10歳、あいむくん10歳、しんたろうくん12歳。さあお待たせしました。今週の任天堂スイッチプレゼントキーワードを発表します。今日のキーワードはいいだよ。5つ並べて応募してね。5つだぜ。さあそして今月のお宝だな。毎月1人がこのお宝だなにどんどん増えていくおもちゃゲームを全部総取り。次の当選者発表は3月23日の金曜日です。今日は電波組さんのサイン入り CD、はい、そしてニューみんなのゴルフのソフトを追加しちゃいます。豪華豪華。さあということで電波組の皆さんね、今日はありがとうございました。どうでしたかおはっさんは。すっごく楽しかったです。楽しかった、ね、ライブもめちゃくちゃ盛り上がったしね。またぜひ遊びに来てくださいね。はい、私たちがエンディングテーマを歌う超能力ギャグコメディテレビアニメ、うん、サイキックスオの災難第2期は毎週火曜日に放送中です。皆さんぜひ見てね。チェックチェック。さあそれじゃあ最後にヌーアラ、今日一日笑って過ごしてオハスマイルギャグお願いします。いいぞいいぞ。いいと巻き巻き、いいと巻き巻き、糸巻き巻き、糸巻き巻き、引いて引いて、どんどんどん。You can do it! あやとりです。今日も元気に。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。